皆さん、こんにちは、タナショーです。ということで、本日はですね、今この YouTube 界で何が流行ってるかって聞かれたら、そうです。じゃがアリゴっていうものが今ね、多分流行ってると思うんですよ。まあ、Twitter で話題になって、水溜りボンドさんが取り上げて、もっと話題になってみた、じゃがアリゴは YouTuber なのかな、ということで、本日はですね、まあね、じゃがアリゴを使ってね、何をしようかなと思ったんですけど、水溜りボンドさんはね、じゃがアリゴを天ぷらにしてたんですよね。そしたらめちゃめちゃうまいっていう、絶対うまいと思うんですけど、天ぷらを超えるうまいものってあると思うんですよ。でね、タナショーがね、思いついたのが、餃子ってあるじゃん。だからその餃子とじゃがアリゴを合体させて、なおかつね、普通に焼く餃子じゃなくて、これ揚げ餃子にしたら、もう国宝レベルのものができるんじゃないかと思って。水溜りボンドさんがやってた天ぷらっていうのは揚げてるじゃないですか。だからその揚げという共通点はね、一致してるんだけど、こっちはね、もう皮で包んでるから、こっちは皮です。こちらのね、じゃがりこのチーズ味買ってきたんで、まずは早速ね、じゃがありこを作って、それを餃子の皮で包んで揚げていきたいと思います。ではやっていこう。そしたらまずはね、じゃがりこ開けて、これ蓋がちゃんと閉まんないやつ。まあそんなん関係ないよね、もう、うん、はい、そしたら酒地ね、これを割いて入れると OK です。ということで、酒地をね、まんべんなく、酒地まんべんなく入れたんで、ここにね、お湯 150ml を入れて2分待つと。お湯の中に酒地1本入ってたんだけど、はい、そしたら蓋をね、閉めて、2分待ちます。酒地溶けなくね、こんなんで。蓋の閉め方天才でしょ。 100% 蓋できるから。はい、ということで、あれから2分経ったんで、今からちょっと見ていきたいと思います。開けます、オープン。はい、これは大丈夫か。要するにこれはチンしろということだ。はい、ってことで、なかなかね、チーズが溶けなかったんでチンしたんですけど、でも溶けねえ。で、あと電子レンジでチンするのね、やめた方がいいです。発火するんで、うん、皆さん絶対真似しないでください。本当に全然ちょっと見た目がもう高架下、これ高架下にあるやつ。いただきます。そんなうまない、めっちゃうまい。ということで、早速ね、こちらをですね、揚げていきたいと思います。はい、ってことで、今からね、餃子の皮で包んでいきたいと思います。周りに水つけたら、じゃ、はい、1個完成。はい、ってことで4つ、はい、ってことでね、4つできたんで、今からこちら揚げていきます。はい、じゃあ揚げていきます。見てください、だんだんきつね色になってきてね、これうまそうですよ。これ完成っすね。はい、できました。こんな感じでね、こんがりきつね色になりました。はい、ってことで、無事ね、完成しました。実食、まあ、味変としてね、まあ、あのソース、ケチャップ、マヨネーズ、まあ醤油、ラー油、まあ、餃子的な感じでね、まずはね、そのままいただきたいと思います。あっぱ、これ普通にうまいわ。なんだろうな、何が合うかな。ケチャップとか合いそうだな。ケチャップかけて食ってみます。いただきます。あ、待って、ケチャップかけるとチンチャマシった。ケチャップめっちゃ合うわ。やっぱり揚げてるから、もうポテトフライな感じなんだよね。それにチーズが入ってるから、もうケチャップとの相性バッチリっすね。ごめんなさい、もうソースとか醤油いらないっす。ケチャップが一番です。優勝、ケチャップ、うん、はい、ということで、ぜひ皆さんもね、このじゃがアリゴを揚げ餃子にして食べてみてください。はい、やっぱり皮に包まれてるから、皮のサクサク感もあるし、中はもちっとしたこうじゃがいもとチーズのね、食感が楽しめて、なんといってもケチャップ合うんで、ぜひ皆さんね、これやるときはね、ケチャップで食べてみてください。まあ、だけど別に、めっちゃうまいかって言われたら、そうでもない。